赤坂さんですか。おはようございます、大石です。ああ、どうも、おはようございます。ひょっとして今お目覚めですか。出張中とはいえ勤務時間には起きないといけませんよ。まったくです。以後気をつけます。あなたの眠気をもう一つ覚ましてあげられるかもしれない話があります。日並沢駐在所から届いた遺失物に興味深いものが混じっていたんです。遺失物？詳しい話はこちらにいらっしゃってからにしましょう。お昼前に来れますか？いえ、すぐに伺います。おお、来た来た。天才雀士様の到着だ。遅くなって申し訳ありません。で、一体何が出たんですか？先ほども申し上げましたが、今朝日並沢の駐在所から遺失物が届きました。財布ですか？でしょうな。中には小銭はあってもお札はなかったもんなんで、スリが中身を抜いた後に捨ててったのかなと思ったんですが、ね、最初は。
に？この鹿には問い合わせましたか？そりゃ赤坂さんの仕事でしょ。私はまだそこまでは。この財布はいつ頃のものでしょうね。拾ったのは村人です。昨日のことだそうで。じゃなくて、この財布はいつ頃落ちたものでしょうね。ここいらに雨があったのはちょうど先週7日前。中身が水にやられた様子はないから、最長で6日前からでしょうね。この財布の存在は、署内で誰が知ってます？初期対応の雛見沢駐在所の警官。それから遺失物対応で係が 2,3 人。あとは私とあなた。内緒の事件と関係があったらまずいでしょ。ベラベラとは喋ってないつもりですよ。電話を借りていいですか？どうぞどうぞ。外線は08進から。はい、お待たせしました。中川鹿です。どうも、こちらは沖宮署です。実はお財布の落とし物がありまして、所有者の連絡先を探しております。ご協力をいただいてもよろしいでしょうか？お財布の中にそちら様の診察カードが入っておりまして。ええ、氏名は犬飼俊樹君です。カードの番号を申し上げますので、電話番号をお調べいただいてもよろしいでしょうか？ええ、ありがとうございます。お願いできますか？どうもすみません。はい、お願いします。Thank you.
わかりました。こちらから何人か増援を送ります。今日の夕方には到着できるでしょう。赤坂君は引き続き現地調査をお願いします。財布が発見された地域の情報を収集しててください。加納さんは何人か選んで現地へ直接。どうでした？本庁から増援が出発するそうです。私は現地調査を命じられました。財布の落ちていた場所はどこなんです？高津戸のあたりだそうです。ここが沖の宮、ずっと行ってここが日南川で、さらに上流にぐーっと上がっていくと、この辺が高津戸です。高津戸界隈はほとんど民家なんかありませんよ。昔の廃村です。無人の家屋が点在する、なんとも寂しいあたりですね。大石さん、高津戸へ案内してもらうことはできますか？構いませんよ。赤坂さんお一人ではなかなか自由に雛見沢に出入りはできないでしょうからね。無論また野球帽とマスクをしてもらうことになりますが。大石さんの同行がなければそう大それと踏み込めない村でしたので、ご協力いただけて本当に助かりました。正直なところ、またお金を要求されるのではと思ってましたよ。それは正直を言えば、雛見沢なんか好き好んできたがないですから。運賃でも弾んでもらいたい気分ですが。
でも一緒に宅を囲んだ友人の頼みとあれば断るわけにはいきませんしね。では早速出してもらえますか。何を知ってるんですか。まあ用心ですよ。家中の栗を拾うなら相応の用意が必要と思いましてね。あなたも来ますよ。Thank you.
おい、どうしたんだ？腹でも痛いのか？どったんね？小僧が腹を押さえてるよ。腹痛かな？どったんね、坊主。腹ん痛むんかい？そいつ、耳を塞いでるから聞こえてないぜ。参ったんな。腹痛に効く薬なんかあらんね。薬局行って買ってくるか。腹痛って言ったって、いろんな薬があるだろう。症状がわからないうちは、いい加減な薬は買えないぜ。腹押さえてるし、便秘やん。便秘薬でも買ってくれば収まるやんね。間違って飲んでも死なんしな。決めつけるなよ。盲腸とかかもしれないだろう。俺のおじさんがさ、昔急になったことあってよ。あれはかなりビビったぜ。かわいそうにな。全身汗だらけじゃないかよ。腹か？痛むのか？おいおい、痛むんならあんまり抑え込んじゃかえって悪いぞ。やばいぜ。この手術跡はそんなに昔のものじゃないぜ。その小僧、熱出てるんかいね。体温計あるん？あるわけねえよ。でもすごい汗だぜ。おでこは結構熱いと思う。緊張状態が続くとさ、昔の傷なんかに応えたりするって聞いたことあるぜ。じゃあどうすんよ。薬じゃ治らんちゅんてんか？何の手術跡か知らねえけど、とにかくまずいだろ。下手すると命に関わるぜ。まずいんて。これは本当にまずいんて。医者に見せた方がいい。このままじゃ突然ぽっくりいっちまう可能性だってあるだろう。
診療所を連れて行くか。そんりゃまずん。先生を連れてくる方がいいね。入江の先生か。いいのか。大丈夫か。人質に何かあったらまずんね。しゃあない。緊急事態やん。大丈夫か、小僧。今、お医者を連れてくるからな。しばらく我慢してろな。分かってると思うが、お医者に余計なことは言うなよ。俺たちも別にお前に乱暴がしたいわけじゃないんだ。そりゃ分かってるよな。彼は？村の子じゃありませんね。先生には関係のないことです。その古い手術跡というのが気になります。何の手術でしたか？
そりゃわからないです。本当は診療所に連れ帰るべきなんですがね。先生、そりゃさすがにちょっと。大丈夫ですか？私は医者です。この手術跡はいつ頃のものですか？去年の冬に事故で。事故？そうですか。参ったな。患部を少し触りますよ。痛むところがあったら言ってくださいね。皆さんもご苦労さんなことです。お暑いでしょうが、せいぜい頑張ってくださいよ。不法投棄のダンプが現れたらすぐにご連絡ください。休校いたしますのでね。ご協力、感謝しますよ、大石さん。どうぞ。ありゃ？いいんですか？こんな小細工したところで、どうせ割れているでしょうから。なそりゃまあそうでしょうな。
赤坂さん、緊張してます？もちろんです。敵の本拠地にたった二人で乗り込んでいるんですよ。この人数では万一の時が不安です。万一の時？なっ大丈夫ですよ。この村の人間すべてが敵ではありませんでしたか？全員が口裏を合わせれば、この村で白昼堂々殺人が起こっても証拠一つ残らない、そういうところだと聞いていますよ。ひなみざわ地区へ向かうと同僚に言い残してますしね。万一の時は無線機もありますし。赤坂さんが怖がってるほどね、そう簡単には完全犯罪はできませんよ。まあ、もちろん油断をしないに越したことはありませんがね。赤坂さん、緊張しすぎですよ。前にご一緒してた時の方がリラックスしてらしたじゃないですか。なっは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 。まあ、本当の本当にヤバくなったら、桜の大門にはこいつがありますからね。役に立ちますか？撃った後の後始末云々が怖くなければ実に心強いですよ。赤坂さんは持ってるんですか？これ。まあ、一応。撃ったことは？ありますよ。訓練で、ですかね。そりゃそうでしょうな。なら大石さんにはあるんですか？私ですか？ね、まさか、あるわけないじゃないですか。銃口を向けたこともありませんがね。銃口を向けられたことなら何度かありますよ。銃口を覗かされるだけで寿命が3年は縮むな。はあ、そういえば日の高いうちにこっちには来たくなかったな。でも車道はここを抜ける以外にないし。赤坂さん、念のためもう一回マスクで顔を隠してください。
どうしたんです?冷房がうるさいから聞こえないかな?切りますよ。窓を開けてみてください。今日は少ないですね。ついてます。少ないんですか?ええ。多い時だと道路までいっぱいになりますよ。うちうち車も通れません。ガンガンやられるとたまんないんですよね。軌道の連中全員耳栓しててそれでも耳がおかしくなるそうです。気の毒な話です。騒音規制でなんとかできないんですか？うちの県には騒音規制に関する規定ねないんですよ。それにほら、お経でしょ?宗教活動規制できないし。連中も頭いいんです。ね、thank you.
昨日一緒に麻雀やったメンツにお年寄りさんいたでしょう。覚えてます？いらっしゃいましたね。彼ね、第一工区の現場監督さんなんですよ。あそこのプレハブの中でイライラしながら仕事をなさってるんでしょうね。お気の毒なことです。あれが毎日ではたまったものではないでしょう。耐えかねて辞めちゃう人が後を絶ちません。まあその度にお給金がアップしてるんで何とも言えませんが。ちくしょうこいつら。聞こえてるのか聞こえてないのか。待っててください。お待たせしました。行きましょうか。ん？さて、行きましょうかね。飛ばしますよ。もちろん。
法定速度遵守で。この先を抜けると高津戸地区です。銃撃戦の覚悟は大丈夫ですか？安全装置外すの土壇場でとちらないでくださいよ。今から緊張したって仕方ないですよ。むしろ収穫がなくて勇み足って可能性だって十分にあるんですから。警告したのに。バカなやつ。こんなところにも人は住んでいたんですね。まあ昔の話でしょうな。こんな偏僻なとこじゃ年寄りには辛いですし、若者だってもう少しまともな土地に住みたいでしょうしね。後を継ぐ者がいなきゃ最後にはこうなるってことでしょうな。こんなところで財布が発見されたんですか？財布の取得者もよくこんなに偏僻なところに通りかかったものですね。ああ、村人には山の中に畑を持ってる連中がいましたよね。そういう連中は朝晩ここを通りますから。畑仕事の村人たちは早朝や夕方にここを徒歩で通る。まさか行けるところまでは車で行くでしょうな。早朝や夕方にこんなところを走行して落ちているたった一つの財布を発見できます？できたんでしょうな。取得者はどこで取得したと言っていますか？もう少し先を行ったところにある茂みです。取得者はたまたまお腹が痛くなってちょいと茂みで用を足そうと思ったらしい。それで偶然見つけたらしいんですよ。中にちり紙でも入ってるのを期待したんですかね。ふんふんふん。話ができすぎているように感じます。財布発見の当初からそういう違和感が拭えません。できすぎってな
案外当たってるかもしれませんよ。というと？実は四課のお友達からちょいと聞いたんですが、園崎お涼が大臣の孫の誘拐事件について言及したって話なんです。言及した？大臣の孫ももう誘拐されてから何日にもなってかわいそうだ、そろそろ解放されるといいなと。そうお涼のばあさんが縁側でぼそりとつぶやいたってな話らしいんです。で、そのぼそりが園崎家の裏の裏のあちこちに伝えられてるようです。つまりそれは実質上の人質解放命令ですか？私はそう見てます。この出来過ぎの財布発見は孫を警察に引き渡すためのイベントじゃないかと。どうして人質の解放を？そりゃ人質を解放するなんて理由は一つしかないじゃないですか。何です？取引の成立ですよ。雛見沢アダム計画の中止を大臣が約束ってことですかね。ダム計画なんて必ずなくなっちゃいますのです。なんだい？東京へ帰れ。あなたはもう行くばくもしないうちにこの村に来たことをひどく後悔することになる。それがあまりにもみすぼらしくて気の毒な姿だから、今のうちから警告してあげているのです。どうして私が後悔することになると？いちいちうるさいな。あなたの親はあなたが赤信号の横断歩道の真ん中にいるとき、どうして危ないのかを全部説明し終えるまであなたの手を引っ張らないの？引っ張るでしょ。まず歩道まで連れ戻してからなぜ危険なのかを解くでしょう。つまりはそういうこと。赤坂の怖がり。孫は無事見つかるでしょうが、その後はいろいろと厄介な問題になるでしょうな。どう厄介になるかは一警察官の私には想像もつきませんがね。フルデリカって少女ご存知ですか？うん、もちろん知ってますよ。御三家の一つ、古出家の一人娘ですね。どういう少女なんです？おやおや、これは意外な人物名にちょっと驚きです。公安では古出家が臭いと睨んでおられるわけで、私にも情報を分けてくださいよ。
あ、いや、そういうのじゃないんです。ちょっとその、気になったもので。まあいいや。同じ宅を囲んだ友人の質問なら答えないわけにはいきませんからね。友人と呼んでいただけて光栄です。で、あのお嬢ちゃんはね、まあ村のマスコットみたいなもんです。村中の誰からも愛されてます。中でも年寄り連中には特に崇められてましてね。崇められる？よくは知らないんですがね、古出家に生まれた女の子ってのには多少神聖な意味合いがあるらしいんですよ。雛見沢の土着信仰ですがね。お社様の生まれ変わりだとかなんとか、そんな話があるらしいですよ。お社様。そういえば同盟の登り旗の中にお社様と書かれたものがあったような気がします。何ですかお社様って。なあ、雛見沢の守り神様の名前です。村にあだなす者に罰を当てるって信じられてましてね。まあそんな便利な神様がいたらダムの連中はとっくに神罰にやられているんでしょうが、幸い今日までその罰ってやつは一つも起こってませんがね。村にあだなす大臣の孫がお社様の怒りに触れ、なんて言いましたっけ、そう、鬼隠し。大臣の孫を鬼隠しにしたと。そういう筋書きになるわけでしょうか。なるほどな。そういうことになるんでしょうな。お社様が下した神罰なら、犯人はお社様の生まれ変わりであるあの少女。ありゃ、こりゃ珍しい。入江の先生、こんにちは。大石さんじゃありませんか。こんにちは。珍しいところでお会いしますね。そりゃこっちのセリフですよ先生。まさかこんなところで会うとはね。どうしたんです。いえね、ちょっとした往診です。ありゃそうですか。休館とかでしたか。いえ、
そんなに大したことではありませんでした。よかったですよ。お医者の世話にならずに済むならそれに越したことはないです。ではこれで。急いで戻らないとスタッフに怒られますんで。な診療助手さんも大変です。ではでは、お気をつけて。どうしたんです？今日は診療所は往診の日じゃないはずです。よっぽどの急患か特殊な事情のある患者ということになりますね。その急患が怪しいということですか？言ったでしょ、高津戸地区に住んでる人なんてほとんどいないんですよ。今私たちがいる道は、入江先生はこの道に対してこっちの方向から走ってきたと。私たちは財布の取得場所を目指しています。ちなみに取得場所はここでもね、高津戸地区にわずかにある民家に向かうにはそもそも道が違うんです。つまり入江医師は民家のない方角から来たと。山間の段々畑で農作業中に誰かが倒れたってのでない限りね。人が倒れて医者が呼ばれたら普通は連れ帰って詳しく調べるもんです。でもさっき理恵医師は大したことはなかったと言いましたね。車には他には誰も乗っていなかったようですし。あの小屋、栄林署の機材小屋です。夏場以外は利用されてないと聞きました。あの車は栄林署の職員の。さあね、公用車には見えないですね。
一応は念のため。もしもし、大石です。聞こえてるかな。こんにちは。こんにちは。はい、沖ノ宮 PS。 大石さん、感度良好です。どうぞ。今、高津戸地区の栄林小機材小屋前です。山口に向かう方じゃないよ。南沢から高津戸に入る方の。はい、確認しました。小屋に不審者。これより職質します。5分で連絡なかったら駐在所に連絡と大至急応援パトを送ってください。よろしくお願いします。了解しました。じゃあ行ってみましょうかね。困ったん。栄林署の人間。まずいぜ。いや、警察やんな。お兄ちゃん、ちょい静かにしててな。分かってると思うけど、大声出したりすると大変なことになるから。どうする？時間稼いでる。小僧連れてちょい裏から抜けん。ほとぼり冷めたら打ち合う。ごめんください。こんにちは。はいはい、何かご用かいね。どうも。警察ですがね、ここちょっと開けてもらっていいですか。急な雨で困っちゃいましてね。ええ、今開けます。あれ、私はここは栄林署の機材倉庫だって聞いてたんですけどね。
何にもありませんね。ああ、ここはずいぶん前から空っぽさあれ、機材がしまってあるところなんて見たこともねえよ。でも、エイリン署の建物でしょ？あんた、エイリン署の人？あんたこそ誰よ？警察？面白いじゃない、俺とやろうってかね。なかなか上等じゃない。久々に胃液が込み上げてくる感じがします。
犬飼俊樹君だね。君を助けに来た。これ以上抵抗するな。おとなしく降参しろ。てめえこそ小僧をこっちへよこすんだ。首の骨をへし折られていか。誰が貴様の言いなりになどなるものか。もうじき応援が到着する。貴様らに逃げ場などない。早く済ませるぜ。こいつならどうだよ。おとなしく両手を頭の上で組んで、そこにうつ伏せになるんだよ。次に乗るな、悪党。誰がお前に従うか。こいつのバカが。撃たれなきゃこいつの恐ろしさがわからねえかよ。なら撃ってみろ。貴様の忠誠で応援がここに駆けつけるぞ。バカ。森の中で、しかもこの雨だぞ。銃声などかき消える。撃たれなきゃこいつの怖さがわからねえかよ。どうせ逃げられやしない。無駄に罪を重ねるな。何しようってんの。
早押せんとな、警官来るんだ。なん油うっとんしゃん。クソ、おいさんはどうしたってんだ。ああ、あんの樽男かい。落としたったら泡吹いとんよ。おいさんは、期待してた相方は来ないってよ。ざまあねえぞ。観念するのはてめえの方だ。二回しか言わない。頭抱えてそこにうつ伏せになる。断る。要請してあるんだ。すぐに警官隊が駆けつけてくれる。警官が来る前にお前一体にも一発くれちゃる方がね。無駄な接触すなっちゅう本気に言われとるから感じた。あんまりなめとんと容赦せんだ。
待ってくれよ。死にたくないよ。あん、こっちだって死なせとうない。分かれば縁、分かれば撃つなよ、撃つなよ。帰りを待ってる妻がいるんだ。死にたくないんだよ。叫ばんとでも撃たんねん。おとなしゅう頭抱えてうつ伏せになったら撃たんだるね。本当だろうな、本当だろうな。約束は守れよ、絶対だぞ。男と男の約束だぞ。守った。男と男の約束し合えよ。守れ、守れよ。じゃあうつ伏せになるからな、なるからな。約束守るんだから銃を向けるのやめろよ。やっぱ撃つ気なんだろ。撃つ気なんだろ。後頭部を撃つ気なんだろ。撃たんね、撃たんね。バーッと。しまってる。銃はしまってる。男と男の約束しやね。ボン。俺なら文句ないんて。ねえ、極めて文句ないですよ。飛車取りってとこですかね。あいつらもよく知ってるな。何をですか。逃げてる背中を警官は撃てませんからね。私も退職金が惜しいもんで。君が犬飼俊樹君？犬飼検察大臣のお孫さん。は、はい。こりゃでかい事件になるかな。
どうせトカゲの尻尾切りになるんでしょうけどね。とにかく非常線を張らせましょう。連中まだ一丁は拳銃を持ってるようですからね。それから犬飼君を保護して赤坂さんはすぐに病院に行かないと。